最近 YouTube で料理系の動画をね、まあ、見てたんですよ。あの、そしたらね、なんか、めちゃくちゃなんか胸くそ悪いやつ出てきてあの、オムライスお兄ちゃんとかいうね、やつが出てきたんですよ。あのー、で、それどんな動画出したかっていうと、炊飯器に、なんかパスタがなんかをぶち込んで、なんかコラボしとってんの、その女と、変なギャルみたいな女と、で、そいつがオムーってやつがコラボしてて、 で、炊飯器の中にパスタぶち込んで、そのぶち込んだら、バキバキに折れるやん。しかもなんか、叩きつけるようにさ、入れとってさ。で、まあ、あの女バキバキになって、なんか、その床とかに飛び散っててさ、それ見て笑ってんねよなんか。え、料理系で飯食ってる人間がさ、料理系でさ、金稼いでる人間がさ、そんなやってええの食い物粗末にするような、食い物で遊ぶようなことしていいのあの、マジでムカつくわ、そういうなんか。料理系で、な。 動画投稿、活動してて、で、なおかつそれで金稼いでるやつがさ、それやったらあかんやろ。マジで。俺、ほんまそういうなんか飯無駄にしたりするようなことするやつ、ほんまムカつくねんな、なんか。いや、俺自身も、まあ、確かにそのなんか、なんていうの、店とか行ってさ、お腹いっぱいになっちゃって残したりすることは、まあ、あるよ、うん。あるけど、わざとそんななんか遊ぶようなことせえへんけどな、食い物で遊ぶようなこと。 なんかマジでムカつくわ。で、そいつの登録者がなんか60万人ぐらいおってさ、で、ショート動画もなんか毎回100万何百万再生とかされてるわけよ。で、ガッポガッポ、なんか稼いとるわな、これな。あのさ、ほんまこういうやつは料理系何の何んとって欲しいかな。うん。いや、確かにこいつのオムライスを作るスキルっていうのはまあ、認めざるを得へん。それには一目置いてるし、すごいなとも思うし、なんだこいつなんかアクロバットもやってて、俺とちょっとなんていうシンパシー感じたりしててんけど、 でも、メシ無駄にしてなんかヘラ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 笑ってる。ま、あ確かに、いや、いや、確かに、コラボ相手が悪かったかどうかも知らんけど、いや、やったらあかんやん、そんなん。もしそうなったとしても、いや、りすいません、今んところはちょっと使えないんで、もう一回取り直してもらっていいですかの一言ぐらいあってさ、取り直しぐらいした方がいいんじゃないやんなん。見てほしい。一回マジ見てほしい。マジちょ、胸くそ悪いから。パスタ、な。パスタ粉々になって飛び散ってな。それ見てヘラヘラ笑ってんねん。なそっと入れたらいいやん。 飛び散んなんだ分かってないからそっと入れたらいいやん。事前に追っとけばいいやん。追って入れたらいいやん。なあ。何がしたいんマジなんか、久々なんか YouTube で胸くすわるいな、こいつと思ったわ。うん、胸くすわる、こいつと思って。普通にやってれば普通の人なのにさ、なんかそういう動画映えとかをさ、気にして、なんかテンポよくさ、パン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 ,パンみたいな。なんかその、着るとことかもスワンスワンスワンみたいな。なんか雑にやる。あえて雑にやることによって、なんか動画映えさせるみたいな。マジ思んない。 くそつまらんし、飯無駄にすんなって思うし、飯を無駄にすんな、そして飯で遊ぶなって思うねん。なんで俺たちがな、飯食う前にいただきますとかごちそうさまって言うて、分かってんのお前意味。別に肉とか魚とか食べ物、生き物に関わらずさ、米とかさ、野菜とかにもかもう野菜とかもさ、な、に関してもいただきますなんで言うかってさ、そこ育ててくれてる農家の人とかの、のことを思って、いただきますごちそうさまって言うわけやん。 で、それ、ただやるだけじゃあかんでって。なあ。もう、常日頃からありがたい、ありがとうっていう気持ち、感謝の気持ちずっと思っとけって、それ。それ、思ってへんからそう無駄にできたりすんねやろ。パスタやったら俺って飛び散ってもええわ。卵やったら別に飛び散ったってええわとか、思ってんねやろ。マジ昔、なんでこんなやつがショート動画で人気あんねやろマジ思っちゃったな、ほんま。それをさ、尖めるさ、コメント一件もないわけよ。 今のはちょっと良くないよねっていう指摘するコメントが一件もなかったわけ、そいつのコメント欄。なんか、だからこういう問題提訴してる人間が俺しかおらん、この YouTube 上で俺しかおらんっていう事実を知って、またそれでさらになんかちょっと絶望したわ。終わってんなと思って、マジで。どうせ、あれやろ、なんか TikTok かなんか有名になったんやろ、こいつ。あの、ごめん、俺な 自分で思うけど、いや確かに俺は編集の技術はないかもしれんけど、飯を大事にしようとか、美味しいもん作ろうとかっていう気持ちは誰にも負けてんし、やっぱまあそういう意味で言うと、やっぱ俺が一番料理系 YouTuber の中で、まあ群を抜いてる、頭一つ飛び出てるかなと思うな。うん、頭一つというか体一つ飛び出てるぐらい。いやと思うわ。ほんまなんかな。なんかショート動画のやつ多いね。そういう雑なやつ。うん、マジで。 こ,この動画もし見てくれたら、改めて欲しいし、二度とそういうことん伝って欲しいかな。うん。食い物粗末にすんな。ってか食い物で遊ぶな。マジで。わかったかロら。